赤星瀬尾赤星マシマシ TV ナイス。うわー、見たことのない光景が広がっておりますが、はい、ね、はま寿司さん、いや、いよいよマシマシ TV の屋号を捨てましたか。いやいや、そんなことはない。もうやっぱ歯があれなんで、シンプルはま寿司じゃないですか。はま寿司です。美味しいですけど、はま、い、寿司美味しいですよね、うん、南与野駅店、はい、南与野店ということで、うん、マシマシ TV は寿司初登場、うん、ありがとうございます、ね、はい、歯が抜けて4日目に行っております、うん、はい、今のうちに、うん、ちょっとはま寿司さんでしかできないことがあるんです、うん、くら寿司も寿司ローもダメです、うん、はい、はま寿司で、見ていきます。スパイシーこれはね、あら、かっぱ寿司には伝えないように、はい、はま寿司さんといえば、はい、このお醤油たちなんです、はいはいはい、なるほど、ね、うん、1,2,3,4,5 本ありますが、うん、今回はそう、はい、この5本の醤油のしょっぱレベルを確認したい、うん、だから歯抜けたんじゃないですか違います、醤油の酸味とかで抜けるわけじゃない。まずはだし醤油から、ね、しょっぱレベルは3でした。はい、ね、いや、ちょっとまず醤油からいくんだ。まず醤油から変だな、はい、さあ、昆布醤油北海道ね、はい、ございますね、各地域のね、醤油があるということですね、うん、北海道は 3.1 でございます。何が違ったんだ。ちょっと上なんですね、うん、はい、さあ、小市の関東風醤油ですよ、うん、はい、ね、こちらが 3.4、うん、やはり濃いが4ではない、うんうん、3.4 ですと。さあ、来ました、九州風の刺身、はい、甘いとね、そう、噂、そしてとろみがありますが、やはり 2.7、うん、ね、もう決めてます、7、はい、ね、7のつもりですね、うん、全部手開きました。ゆずポン酢、うん、まあ、四国風、これ醤油ではないですから、はい、1.5、うん、1.5でしょ。甘だれもチェックしていきます。甘だれも、はい、あの、穴子とかに寿司食えよ。まだまだ 0.3 です。なあ、これはしょっぱくない。そして裏技です。寿司食え。原因商品、これね、頼まないともらえないんですよ。あ、そうなんですか。はい、原因商品、あの、必ず原因したいなって方は、うん、なんと 3.3、もうこんだけ醤油飲んだら原因もないもんないっすけどねということで、結果発表です。1位は小口醤油、2位が意外と減塩醤油なんですね、うん、あ、なるほどね、優しいって書いてありますけど、他は北海道しか優しい優しい、うん、3位が北海道でございました。はい、ということで食べていきます。炙り卵チーズから。あ、ちょっとなんか変わり種から、はい、変わり種からいきます、ね、はい、まずはね、最初はもうしょっぱい濃い口でいきますよ。わさびをめっちゃくちゃ溶かして。そういうタイプですか。お皿にやっていくタイプですか。やっていくタイプですね。あの、ネタにつけたいけど、結局ネタにつけちゃうとネタの味が醤油になっちゃうという説を唱えがちな僕です。あ、そうなんですね、はい、まあ、これも分かりますからね、シャリで、はい、いきます。ね、おっと崩れてますが、もうついてんじゃんな。何だったんだよ今のな。壮大な振りみたいになっちゃいました。何だったんだよとりあえずサビが辛かった。あ、そう、炙り卵としては、卵でサビってなかなかね、炙りも使いますよ、うん、あの、はい、さあ、そしてね、次は白身、うん、ね、はいはい、縁側もみじおろしのせ、うん、これね、白身魚からいく、うん、というセオリーが、まあ、寿司界にはあると思うんですけど、うん、はいはい、これはわさび醤油で破壊していきます。破壊、別に破壊はしてないと思うんですけどまあね、ちょろっと垂らすぐらいが、まあ、本当のネタのね、はいはい、美味しさかなとは思うんですけども、まあね、これが今回、うん、お寿司なんか一番うまかったです。あ、2番目にして、はい、もう出ました。ピークが、ここがピークでしたが、はい、わさびにもう負けなかったです、ね、縁側なのに、うん、はい、食感も柔らかくてとっても美味しかったです、はいはい、1貫だけです今のは、うん、さあ、そして生締めマダイ、うん、まあ、まだまだ白身コーナー、いや、ネタにつけてんじゃんな、何だったん今の。さあ、ちょっとね、バラバラですけども、考えが、つけてるつけてるつけてるな、めちゃくちゃだよな。縁側よりもね、パツパツとした食感があるね、タイタイしたタイでしたね。タイタイ、さあ、どんどんいきますよ、はい、来ました、九州産おぎりヒラマサ、ね、ヒラマサはブリの仲間だったんですね。僕あんまり食べたことがございませんでしたが、このようにはま寿司はね、またつけてますけど、はい、はま寿司さんは結構ね、レアなことがあるんですね、はいはい、なるほどね。ただ、ひらまささん、これ結構淡白な、あ、そうですか、お味で、食べ比べって言っても、もう2回目がこれね、うん、炙った柚子の風味すごい、うん、こっちの方が美味しかったから、うん、はい、味がついて、どんどんいきますよ、うん、マンダイ、マンダイ、なんとこれ赤マンボウのことらしい。へー、ただわら焼きと書いてあるんで、うん、香ばしさの方がすごい強い、はい、すごく鼻から抜ける香ばしさがありました、はい、どんどんいきますね。
さ、うん、マグロなんですけど、はい、僕ね、うん、マグロあんまり食べないんですよ。あら珍しい。ええー、赤身得意じゃなくて、でも今回は本当に久しぶりに赤身食べたんですが、浜口さんね、中トロに引け取らないぐらい美味しかった。素晴らしいですね。かなりいいマグロですよ、うん、はい。さらに一貫だけの、はい、その中トロもあります。はい、今回2番目の、うん、これが2番目でしたか。うま寿司でしたね、はい、あももはああとろけてる、おいしそうや、力が抜けてます。店員さんもいないところで、ね、目は盗んでます、まあ、でしょうね。とろりんちょん、はい、赤身よりもね、うん、ちっぽさがない、うん、ね、お子様にもやっぱこう人気だと思います、はいはい、癖のない感じなんでね。さらに、うん、ここで昆布醤油を足していきます。さっき、はいはい、ピャーってやったのは、うん、小雪ちらっ、ね、醤油めっちゃ使いますね。そうっすね、大丈夫ですか。しょっぱいと思ってないんであんまり、うん、はい、僕はサバの押し寿司、これ光り物が僕寿司で一番好きなんで、美味しいっすよね、はい、昆布とね酢の割合、うん、絶妙でした、うん、美味しかったです。はい、頼んでいきます。結構食いますね。全然いきますよ、まだ、うん、ホタテレアステーキ、ね、うん、しっかり炙ってある、うん、さらに、うん、ニンニクの味ついてます。はい、そこで回収じゃないんですよ、ね、今ニンニクの、ね、ここで味変していってみたいな、うん、貝柱も集まって美味しいですよ、うん、さあ行きましょう。マイカのうま辛、美味しそう、ネギ盛り、ね、サクッといきますが、うん、イカの食感にザクザクラー油乗ってますんでね、うん、この味の付け方、これ回転寿司は、はいはい、定番ですね、やっぱね。回転寿司はね、こういうね、そうそうそう、なんかいっぱい乗っかったのとか、ね、その変わり種とか食べるのもね、いいところですね。それが食えるというのも、やっぱり、ね、お子さんにも似合う。結構食いますね、マジで。全然できますね、まだ。ね、さあ、軍艦コーナーに入ってきました。なるほど。ね、ちょっと珍しい軍艦なんかもありますけども、まず行くのが、まあ、ネギトロスね、はい、まずはね。結構食ってないですか。食ってますよ。まあまあまあ、軍艦エリア、これ光り物の次に好きです、僕。あ、そうですか。はい、どんどんいきます。さらにこの次が、あ、ちょ、来ちゃって、先に来ちゃって、あ、はいはい、ツナサラダです。あ、美味しいよね、こういうの。本当に本当に僕は食べていきますよ、うん、ツナサラダ、これマヨネーズも効いてますんでね、うん、はいはい、濃いお醤油が、醤油すごいな。こんななくなる。結構ビッタビタにひっつけますね。ビッタビタっすね。はい、タラマヨね、全てのネタに僕マヨネーズ。そんなことはないだろう。これ結構うまいですよ。コーンでもサーモンでも合いますからね。はい、そのコーンです。コーン、コーンはね、うまいからね。これはね、マジでコーンとか一番食ってる。まあわかりますわ、これは本当に。あー、これはもうコーンってなっちゃって、ね、あれコーンだったんですか。どういうこと。きつになっちゃって、すいません。きついだったんだ。はい、さあ、どっちどっちということで、ネギトロ一本、贅沢な、これなかなか見ないですね、うん、はい、ネギトロ美味しかったですね、これね、うん、さらにウニなんかも頼んじゃってました。これも一貫です、うん、ね、150円、うん、癖の強いウニでした、うん、大人のウニって感じ、うんうん、はい、さらにウニいくら、あらま、どんどんいきますね、まあ、高級ネタの合い盛りということで目が楽しい、うん、ね、それがウニイクラの特徴かな。さらに二郎の次に好きな食べ物、それが僕のイクラです。あ、そうなんだ。はい、イクラ第2位です、僕。そうなんすか。いや、美味しいですね。さあ、さらにその親、うん、ね、サーモン、親その親です、うん、特にね、脂っこいんで、僕は個人的にはいつも一番最後に食べます。あ、そうす、サーモンは、はい、これ九州醤油でね、品種していく、うん、ね、いやいや、甘みの味付けでこうサーモンですと思いきや、はい、クリームソーダ頼みますよ、僕こういうの、うん、回転寿司屋でも、うん、居酒屋でも、うん、イタリアンでもクリームソーダあったら絶対頼むぐらいクリームソーダ好きです。あ、まあ、外食って感じしますよね。外食ですね。ただご覧の通り、うん、炭酸に弱いんですね、僕。なんざ全然飲めないんです、炭酸が、うん、だけどクリームソーダのこの何でしょうね、うん、食べるのにちょっとこう辛いっていうのがあると少しなんか食べたくなっちゃうという、うん、二郎的なとこもあるかもしれない。ない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 、苦しい。でも思ったことないってクリームソーダでなんか、うん、バニラアイスは結構さっぱりのね、はい、回転寿司屋でね、うん、デザートの存在、はい、今見逃すことができません。まあそうですね、はい、なので僕の中ではもう邪道という考えは消えつつあります。僕はわらび餅とか絶対あったらね、食べますね。やっぱお茶に合うんで、あったかい。ああ、なるほどなるほど、上がりでね、はい、一緒に食べるとそれも美味しいかもしれないね、うん、結構食いましたね。いや、20皿でございましたが、そうっすか、一貫寿司もあるんで、まあまあまあ、まあ、っていう感じでしたか。あ、あと、そうか、あ、やばい、あー、バグってしまった。でしょうね。うわー、バグっちゃった、ね、違うカートリッジにカセット入れたみたいになっちゃいましたが、バグってんだからということで、はい、ね、実写
実写です、ここからね。実写なんですけど、はい。ちょっとここから、ちょっと今回からね、はい、エンディングに我々の画像をちょっと入れてみようということで、はい。はい、試験的にちょっと喋っておりますけども。何が変わるのかって感じなんですけど、はい。じゃあ、今回だからその、はま寿司さんということで、はい、ね、ちょっと説明が必要だったんで。まあそうですね。そう、前回の動画見てない人もいると思うんで、はい、まあここまで見るかがわかんないですけど。今日は体ボロボロだから、今ビロケが食えないと。いや、まあ、はい、体つか、歯ね。体だからね、歯が。はい。そこがない。明日火曜日、つまりこれが上がってる頃にはもうブリッジ入ってると思うんですけど、はい、ブリッジが入ってる。ここ、歯が抜けちゃってるんで、はは、なので今回はま寿司さんだったわけですね。ね、はい。で、麺類、僕ちょっと今試して食べに行ってるんですけど、はい、やっぱりすごい遅いのよ、やっぱ食べるのは。ね、そう。麺が食えないんですよ。麺とね、あとやっぱ豚っすね。これね、回転寿司行ったから絶対出てくるなと思ったんですよ、ラーメン。あー、一回見たことなかったっすね。家系ラーメンとかあるんだけど。ありますよね。はい。だけど、食べ方が、ちょっとね、怪しかったんですよ、まだ。だからその、すすった後の、なるほどね、こう、っていう感じとかが、麺が難しくて、はい。なので今、自粛中です。自粛。はい。麺は自粛中です。寿司なんだ、そんで。そうですね。寿司は美味しく、まあまあまあ、いただけましたね。はい。ということで、はま寿司さんは、一つ裏技をここで、ご紹介。試さなかったんですか？いや、それはなんか一応試したんですよ。あ、試してたんですか？減塩醤油ですよ。ああ、そういうことね。あれって、一つ言っときますけど、実はメニューの中に、これね、ないんですよ。どうやって頼むかっていうと、お醤油が、空になった時に、お醤油交換という項目があるんですよ。はいはい。で、その中に、最初、この卓上にはない減塩醤油がなぜか含まれてるんですね、お醤油交換に。それを押すと初めて持ってきてくれるという。なので、2番目にしょっぱい醤油欲しいと思ったら減塩醤油。いや、その減塩をしたい人でしょ。減塩したいでしょ。俺なんだけどね。結局減塩できてないっすよ。めちゃくちゃですか、もう。マジで。減塩醤油頼んだのに、その後のお寿司で一回も使わないという。はい。ということでございます。はい。皆さんもね、はま寿司さん、はい、行ってみて、ぜひお醤油、使い分けてくださいっていうのもね、かっぱ寿司さんには内緒で、お願いします。今回もごちそうさまでした。はい、あずし。はい、you